はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、ビール。じゃじゃん。アサヒのスーパードライの限定醸造の、和の贅沢プレミアムというね。これね、334ml の小瓶のやつ、タイプなんですが、これね、なんとですね、本来は、ギフト限定のやつなんです。なんですが、これが、6本セットのやつが売られてて、これです。ここに、あるんですが。6本セットの、ね、が、ギフト限定醸造って書いてあるんですけど、まあ、6本セットのやつがね、まあ、売られてましたんで、買ってきました。値段が1400円だかな。税込みで。1400円。まあ、やっぱりね、ギフト限定とかね、言っといてね、やっぱり通常販売してきたか、という感じですけど。まあ、だと思ったよ、と。ね、どうせね、そうなると思ってましたけど。まあ。アルコール度数 6% と若干高い。国産原料のを贅沢に使用した旨味、贅沢な、純白な味わい。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。ですね。麦芽 100% ビールではない。まあ、それがアサヒスーパードライの良さではあるんだけど。国産原料を贅沢に使用した。あ、同じか。あ。ですね。それじゃあ久々に顔を出して。行ってみましょう。乾杯。美味しい。あ、美味しい。あ、うめえな。アサヒ。あ、これうめえわ。あ、うまい。これは美味しい。あのね、なんだろう。若干苦めかな？うん。コクもあるし、結構苦め、うん、結構苦めだね。うん。で、香りがね、甘い香りがする。うん。甘い香りっていうか、ああ、でもこれ美味しいな。うん。これ美味しい。この夏だけの特別なギフト。ギフト限定の和の贅沢プレミアムで。厳選素材国産ゴールデン麦芽贅沢に 1.5 倍使用。スーパードライドライプレミアム比較においてだから。ていうかさ、そもそもスーパードライのドライプレミアムって、そもそもがして 1.5 倍とか歌ってなかったっけ？それにさらに 1.5 倍ってこと？すごいな。ああ。ドライ、つまり、格上のドライプレミアムみたいなことか。まあ、夏限定って書いてあるからね。うん。あ、書いてある。お持ち帰りギフトに最適。贈
当シーズンに合わせて3回発売って書いてあるね。さっきの見せた、あの、6本セットのやつ。あとね、他にも売ってたんですけど、あの、スーパードライの6種類の詰め合わせギフトセットっていうのがあって、普通のスーパードライとドライブラックとエクストラシャープと、ドライプレミアムの、贅沢香り仕込みと、このドライプレミアムの和の贅沢プレミアムとドライプレミアムの6種類の缶が入った、セットも売られてましたが、まあ値段が1200円ぐらいだったかな。だったらこっちの方がいいかなと思ってまあ飲んだことないやつだけ入ってるやつの方がいいかなと思ってね、買いました。どうやら缶の6、これの缶のやつ、これ瓶だけど、あの缶の 350ml 缶のやつの6本セットも売ってるっぽいですね。これそれの方が良かったな。これだって334ml だからちょっと少ないんだよ。うん。まあこの瓶が、あの、リターナブル瓶なんで、これを、あの、境に返すと、確か1本につき5円もらえるんで、6本セットなんで30円返ってくる。まあでも、缶の方がいいな。個人的にあのビールはね、缶よかね、あの、瓶の方が、あ、違う。逆だ。缶よか瓶の方が、ね、俺嫌いなんです。個人的にはね、あの、缶の方が俺好きなんですが、と思ってたんです。時期が僕にもあったんですけど、やっぱね、それ銘柄によって違うっぽいね。どうやら。ああ、俺最近あの、恵比寿の缶のやつね、飲んでみたんですが、恵比寿は瓶の方が多分うまいな。うん。なんか若干、あの、香りが弱い気がする。瓶じゃねえ、缶だとね、若干ね、あの、香りが弱い気がする。まあ、今日はね、あの、毎日暑い暑いって言ってましたけど、今日は今25度7分なんで、結構マシです。てかもう寒かったんで、あの、本当はあの、ね、肌着とパンツ一丁なんですけど、ちょっと、夏用のね、あの、パジャマを、今着ておりますけど、さらにこう、戸をね、さっきちょっと開けてたんですけど、ちょっと閉めました。うん。ちょっと寒い。今日はちょっと寒い。昨日暑かったけど、ね、昨日は暑かった。ああ、でも、美味しいけど、って感じかな。個人的に。別にそんなに美味しいってほど美味しくもないかな。だって、スーパードライのドライプレミアムよりもさらに 1.5 倍ゴールデンバッグが使用って書いてあるけど。別に、ドライプレミアムよかは確かに美味しいような気がするんだけど、大体がしてドライプレミアム自体プレミアムなやつなわけで、あの金色のやつでしょ、金色のスーパードライでしょ。となると、なんか大し変わんない気がするわ。
まあ、なんか、プレミアムモルツのカウルプレミアムみたいな、出ましたけど。あれと大して変わんねえ。あれと、うん。個人的にカウルプレミアムよりか、普通のプレミアムモルツの方がうまいと思ったからね。そんなもんです。1.5 倍使用したから 1.5 倍うまくなったとかではないっていうことですね。つまり。ぶっちゃけた話、ここまで来ると、黒ビールとかぐらいのコクが出てくるんですよ。結局。ピルスナーなのに、なんか、麦が 1.5 倍使用とかって書いてるから、何倍何倍とかって、プレミアムとかさ、言ってるけど。ぶっちゃけコクを売りにするんだったら、黒ビールでいいんじゃないですかと。朝日スタウトとかね。朝日黒生とかね。久々にちょっと飲みたいですけど。朝日スタウトがめちゃくちゃ濃いんですよ、これ。朝日スタウトっていうね。この小瓶のやつ。前俺も飲みましたけど。むちゃくちゃ濃かったからね。もう普通にギネスビールとかの方が濃いんですけど。ね。まあアルコール度数もかなり高い。8% のね、やつです。ので、まあ。ただ売ってるとこはほぼない。でも朝日だと黒生が個人的にすごい好きですけど。スーパードライのドライブラックは全然美味しくないけどね。これは黒ビール。のくせになんか見た目が黒いだけのただの、なんか大して美味しくもないビールという感じです。やっぱ朝日はね、黒生が美味しい。普通にそこらに売ってるっちゃ売ってる。売ってるっちゃ売ってるし。うん。あ、でもこれあれなんだ。500ml のやつ売ってないんだ。あ、そうなんだ。小瓶のやつと350缶しか売ってないんだね。なるほど。割と限定だな。でも黒生美味しいですよ。朝日黒生は本当にこれ大好きですから。でも売ってるところが確かにあんまりない気はするけどね。あ、まあ俺が行くところだったら売ってるけど、確かにスーパーとかだと見ねえかもな。あんまり。うん。まあ、そんな感じですかね、と。まあ、コクがあったけど、甘みもあったし、甘みもあったし、香りもあったし。香りが多分一番強かった気はする。かな？まあ別に美味しいっすけど、美味しいっすけど、っていう感じですね。ね、4、5、4です。ご視聴ありがとうございました。